はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ザラの購入品を紹介していきたいと思います。少しザラの購入品の紹介久しぶりかなと思うんですけれども、私も久しぶりにお買い物したかな。で、秋冬のお洋服がめちゃくちゃ可愛くて、とてもたくさんねゲットしちゃいました。今日はそちらを全部着て紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。まず一つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ちょっと攻めな感じのトップスを今回ゲットしてみました。これがね、全部シアーになっててアートな感じの絵が描かれていたりとか、結構カラフルな感じのトップスなんですけれども、髪の毛を染めて赤っぽい髪の毛にして、ちょっとこういう派手な感じというかのお洋服も可愛いかなと思って、このトップスも全体的に赤とかピンクとか紫とか、なんかそんな感じの印象のトップスだったので、髪色とも合いそうだなと思ってこちらゲットしてみました。やっぱりこのトップス自体にすごくインパクトがあるので、合わせ的にはやっぱりシンプルなデニムだったりとかスラックスだったりとか、レザーのパンツとかでもちょっとハードな感じで可愛いと思いますし、ボトムはそういった感じで合わせてあげて、トップスを主役としてコーディネートしたら可愛いんじゃないかなと思ってゲットしてみました。これね、ボディースーツになっていて、下がパッチンボタンで留めれるようになっております。全部シアーのトップスなので、中はキャミソールだったりとか見えてもいいようなインナーを着てあげて着るのがいいかなと思います。で、私今回 M サイズにしたんですけど、本当に基本的にザラのトップスとかジャストで買うときは S サイズを購入してるんですが、ちょっとぴったりすぎてもなーと思って今回 M サイズにしてみたんですけど、もともとがそんなに大きめの作りではないので M サイズでも全然大丈夫でした。あまりピタッとさせすぎたくないっていう方は1サイズぐらい大きめでもいいんじゃないかなと思います。こちらのお値段が3890円でございます。続きまして2つ目がじゃーん、こちらでございます。タイダイ柄のスウェットをゲットいたしました。アイボリーっぽい感じで黄みがかった感じの色味になっているので、肌とも馴染みやすいかなっていう風に思います。これはちなみに裏肝になっているので、これからの時期冬とかはすごいあったかく着れそうかな。丈感はショートでもなくオーバーサイズでもなく、割とジャストな感じの丈感になってます。なのでローライズのボトムとか今流行ってると思うんですけど、そういうボトムとかとも結構相性がいいと思います。露出させすぎなく着れるかなって思うので、ローライズ履きたいけどおへそががっつり見えるのはショットっていう方とかにも結構いい感じの丈感なのかなっていうのも思います。で、後ろが若干長くなっているのでそこもいいなって思いました。素材的には結構軽めです。スウェットって結構いろんな分厚さがあると思うので、分厚いスウェットが好きっていう方はちょっと物足りないかもしれない。しっかりと形が残るようなスウェットが好きっていう方は好みなスウェットではないかもしれないです。こちらのお値段が4990円でございます。で、こちらのスウェットはですね、じゃじゃーん、セットアップになっております。これも同じ素材のスウェットパンツなんですけれども、こんな感じでね、結構派手なセットアップかなと思うんですが、これもちろんセットで着ても可愛いですし、この上からなんかジャケット羽織ったりとか、スウェットにジャケットっていうジャンルの違うアイテムを合わせてあげると結構こなれ感が出たりとか、海外っぽいコーディネートが組めるので、そういった感じで着ても可愛いですし、ダウンベストを着たりとかレザーを着たりとか、結構いろいろと着回せそうかなって思います。こういった柄物のセットアップ欲しいなっていう風に思っていたので、ザラでこのセットアップを見つけて購入してみました。ただね、タイダイ側で結構主張が激しいので、やっぱり着る場所は選ぶかなとは思うんですが、でもそういったアウターとかでちょっと工夫してあげて着るのもいいかなと思います。もちろんこれも同じ素材なので裏肝になっていて、で、生地は結構軽めなセットパンツです。丈感も私169センチで M サイズを購入してるんですけど、って感じでした。ザラのスウェットパンツって私結構印象的には割と短めな感じの印象があって、これもちょっと心配だったんですけど、今まで私がザラで試してきたパンツよりは割と長めではあるかなって思いました。でも本当にこうゆるっとルーズに履きたい、メンズっぽい感じのスウェットパンツ探してるっていう方はちょっと物足りないかもなっていう風に思います。で、このパンツはね、ちなみにポッケがついていないパンツになっております。こちらのお値段が3990円でございます。じゃあ続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。これもね、さっきのセットと似てはいると思うんですけれども、こっちは裏毛です。紐になってないやつですね、のスウェットでございます。これもすごい絶妙な感じの柄というか、なんていうんですか、なんとも言えない柄、岩っぽいような感じで、ちょっと色あせた感じがヴィンテージっぽかったりとか、ブリーチっぽい感じなのかな、の
スウェットになっておりまして、これもすごく気に入ってます。色味もとても落ち着いているので、さっきのタイダイよりも派手になりすぎずに着れるトップスだと思います。で、丈感もさっきのタイダイのやつよりも短めかな、結構ショートな感じの丈感になっていて、こっちの方が結構ガサガサとしたような感じ、あっさりとした感じの生地感になってます。さっきのタイダイはやっぱ裏起毛だったので、ちょっとふわっとした感じなんですけど、こっちはもうパサッとしたというかっていうような生地感になってて、重さもこっちの方が重たいかな、こっちの方が触った感じしっかりとしてるなっていう感じがあります。で、袖も結構長めだし、とっても可愛いです。これも私はこのトップスはちょっとごつめのネックレスとかと合わせるのがすごい可愛いなと思うので、そういった感じで最近着たりしてます。こちらのお値段が5990円でございます。でこちらもなんとじゃん、セットアップでございます。セットアップって言ってもちょっとね柄が違うんですよ。まあでも多分セットで着るやつだと思うまあもちろん別々でも着れますけど、セットみたいな感じで売られてるパンツです。さっきのタイダイのやつは裾がキュッと絞まってたと思うんですけど、こっちはねめちゃくちゃワイドパンツになってます。これもねまた可愛いんですよね。印象が違ってルーズな感じで履けるというか、さっきのトップスが結構短めになっているので、上はちょっとすっきりとした感じで、下はこのワイドでダボットっていうこのバランスがすごく可愛くて、私は結構セットで着てます。でこっちのパンツはポッケがついてますね。サイドにポッケがついてて、これも裏毛のパンツです。やっぱね裏毛の方が長く着れる気がします。裏毛だと今の時期とかだと天気が良くて暑いなって感じる日があるので、まあ、そういうのを考えるとやっぱり裏毛の方が、冬はなんか中にヒートテックとか仕込めばいいかなって思うから長く着回せるかなっていう風には思います。着回しっていう面で考えるとこっちの方がかな。パンツはねトップスに比べてちょっとこのベージュ感が少なめ、ブリーチっぽいのがちょっと控えめになっています。何色って言うんでしょう、これブルーグレーみたいな、若干パープルっぽくも見えますよね。絶妙な感じがすごく可愛くてお気に入りです。これは結構サイズ感が大きめに作られているなって思いました。これ S サイズなんですけど、私でも割とゆったりしてて大きいなって感じたので、全然 XS でも良かったかなって思うぐらいのサイズ感でした。こちらの値段が5990円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。デニムパンツをゲットいたしました。でもこのデニムパンツですね、ウエストがこんな感じでゴムになっていて、めちゃくちゃ楽ちんなデニムパンツです。生地自体にストレッチ性とかはないんですけど、すごくワイドなゆったりとした作りになっているので、でしかもデニム生地も結構柔らかい感じの生地感になっているので、すごく履きやすくて、もちろんお出かけの時でも可愛いんですけど、ちょっとフラッと出たいなっていう時とかもさっと履けるんですけど、でもデニムパンツなのでだるいすぎなくてすごくいいなって思いました。なので私これめっちゃ履いちゃいそう困った時とかにパッて履いたらすごいゆるっと履けるけど、でもデニムっていうのがいいなって思いました。紐もデニムの同じ素材でできていて可愛いですよね。ウエストもゴムで超楽だし、最近こうワイドなカーゴパンツとか流行ってると思うんですけど、まあ、そういった感じのイメージで履けそうだなって思います。デザイン的にカーゴパンツではないんですけど、まあ、でもなんかシルエットとかはすごく似てたりするので、私はイメージ的にはデニムのカーゴパンツみたいな感じで履けるかなと思ってこちらをゲットいたしました。こちらのお値段が5990円でございます。では続きましてじゃじゃーん、こちらでございます。またまたデニムパンツなんですけれども、バックルがついてるんですよ。これデニムパンツにすごい可愛くて、これが一応2つになってはいるんですけど、でも繋がってるので別々で着れるとかっていうわけではないんですが、この切り返しというかがすごく可愛くてとってもお気に入り、なんかザラでこういうパンツあるんだと思ってびっくりして、オンラインでもともとチェックしてたんですけど出た瞬間に買いましたね。すごい可愛い、色合いも超可愛くて色あせた感がすごくあってヴィンテージ感たっぷりな感じがとてもお気に入りです。このバックルはね調整が一応できるようになっているので、もうちょっと上げて短くなるのかな、そんなに変わらないかもですけど、ここもね一応調整はできるようになってます。こういうデザイン性のあるデニムシンプルなトップスの時とかに活躍すると思うので、一癖がとっても可愛いなと思って、こちらもお気に入りです。これは形的にはストレートなのかな、フレアなのかな、フレアではないか。この切り返しがあることでちょっとフレアっぽくも見えそうな感じのパンツですね。後ろのポッケもちょっとデザインが加わっててそこもまた可愛い。重さもなんかそん
んなめちゃめちゃ重いってわけではないから、履いてても疲れは気にならないかなとは思います。こちらのお値段が7990円でございます。はい、ではまだまだあります。続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。ライダースジャケットをゲットいたしました。ちなみにこれはショート丈になっております。かわいい。私ライダースすごい大好きで、今季ももうすでに着たりとかしてるんですけど、私ライダース何着か持ってはいるんですけど、全部オーバーサイズなライダースで、ミニ丈のライダースっていうのをあまり持っていなかったので、これすごいいいなと思って1個ゲットしてみました。で、色合いも超かわいいんですよ。これなんて言うんだろう、カーキブラウンみたいな感じで、ステッチの周りが若干色あせてる感じがヴィンテージっぽかったりとか、でも結構柔らかいつるっとした感じのレザーの素材なので、とっても着やすいです。硬いレザーのジャケットとかもあると思うんですけど、まあそれもそれでしっかり感というかがあって可愛いんですが、やっぱりそういうものとかってちょっとこう動きづらかったりすると思うので、そういうのが気になるっていう方にはすごくおすすめなライダースかなって思います。で、裏もね、ちょっとこう切り返しのデザインが可愛くなってて、ワンポイントあっていいなって思いました。今結構パンツにボリュームを出すっていうのがトレンドになってきている気がするので、上のトップスは結構短めのものとかを合わせてあげるとバランスが取りやすくていいんじゃないかなと思うので、今季のアイテムとかとも相性がいいんじゃないかなと思います。で、しかもすごい風合いがあるので、1個入れるだけで結構おしゃれに見えると思います。こちらのお値段が1万990円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。いや好きすぎでしょっていう感じだと思うんですけど、ね、本当ですよね。びっくりです。私もマジで自分でもびっくりするぐらいなんですけど、こちらもライダースジャケットになっております。まあ、ただね、さっきのライダースとはまた違った形です。もちろん違った形で色味も違います。こっちはね、もうブラックのライダース、こっちは結構オーバーサイズなライダースになってて、で、私オーバーサイズのライダース持ってはいるんですよ、一着。しかもブラックのやつなんですけど、それがね、いつだったかな、去年か一昨年ぐらいに買ったやつで、まあすごい気に入ってはいるんですけど、ちょっと型崩れしてきちゃったりとかしてて、あともう少しオーバーでも可愛いなと思ってたんですよ。丈感が私的にはもうちょっと合ってくれたらっていう風に思っていたので、今回こちらを新しくゲットしてみました。サイズも XXLっていう一番大きいやつにして、本当にオーバーな感じで着たかったので、一番大きなサイズ感にしたんですけど、結構私の好みな感じのサイズ感だったので、とてもこれも気に入ってます。で、これも結構素材柔らかいのですごく着やすいですし、後ろの肩の部分がレイヤード風になっていて、重なってるような感じのデザインになっているので、そこもなんかワンポイントあって可愛いなって思いました。レザージャケットなので多少の重みはあるんですけれども、そんなに重すぎないから肩がめっちゃ凝るみたいなこともないかなっていうふうには思います。まあでもね、このベルトがついてるんですけど、ベルトがやっぱり取れやすい、こっちのバックルがついてる方にやっぱり重みがあるので、どうしてもこっちが下がってきちゃって気づいたら取れそうになってたみたいなことがあるので、そこだけがちょっとあれかなとは思いますけど、あとは私はすごい好きな感じでした。こちらの値段が1990円でございます。ということで、続いててラストでございます。ラストがじゃーん、こちらでございます。コートをゲットいたしました。今季初のコートを購入しました。私もう冬だって感じですね。本当に本格的に冬に向けて準備が進み始めていて、自分でもびっくりなんですけど、こんなね10月にコートを買うって私思ってなかったんですが、私いつもオンラインで結構チェックしてて、あんまり店舗に最近行かなくなっちゃったんですよ。コロナ禍に入ってからオンラインが自分の中でも主流になっちゃって、まただんだんお出かけできるようになったりとかしてきたんですけど、でもやっぱオンラインで買ってたのがずっと続いてて、あんまり店舗に行く機会がなかったんですが、この前ちょっと用事があってザラの店舗に行った時にこれを見つけて、デザイン可愛いなと思って、そこの袖がね M1 っぽくなってて、中もそうなんですけど、コートに M1 がドッキングされてるみたいな感じで、なんかこれ可愛いなと思ってパッて何気なく羽織ってみたら超可愛くて、飾ってあるよりも着てみた方がすごい可愛いなってなって、これ重たい商品だから店舗では試着だけして、その時バーコード読み取っといて後からネットで購入したんですけど、すごい可愛いんですよこれ。本当に今全部言っちゃったんですけど、袖がドッキングされてるのがまず可愛いのと、で裏もねしっかりこだわられてる
感じ、パッて裏が見えたりする瞬間もあると思うんですけど、その時もこのオレンジがパンって見えるのがすごい可愛いなと思ってこちらゲットしました。結構オーバーサイズで大きめな作りになっているので、丈感も割と私は好きな感じでしっかりとあって、そこもいいなって思います。冬とかねコート私も着たりするんですけど、やっぱりこうワンパターンになりがちだと思うんですよ。しかもロングコートって長いから下も隠れちゃうじゃないですか。上着脱いだ時は見えるからいいと思うんですけど、羽織っちゃったらもう全部同じ感じに見えちゃうから、あんまりこうバリエーションが作れなくって日焼きちゃうなっていうのがあると思うんですけど、こういったデザインが入ってるコート、しかもまあブラックだからいろんなものに合わせやすいと思うし、着やすいっていうのも私はいいなって思いました。こちらのお値段が 27,990円でございます。ちょっとやっぱりねコートなのでザラだけど少しお高めではあるんですが、マンネリ化も防げるし周りともちょっと差がつけられるんじゃないかなと思うので、とてもおすすめアイテムです。はい、ということでこんな感じで以上ザラの購入品でした。めちゃめちゃね大量にあったと思うんですけど、今回割と冬物が多かったかな。まあ今の時期から着れるものもありますけど、冬に向けて買ったものもいくつかあります。今もすでに着てるものもあるんですけど、これからの時期もたくさん着ていこうと思います。いやそうそう、このコートもね DM で着てたんですよ。しのさんこのコート好きそうっていう風に着てて、で私もその時このコート買ってて、なんでわかんのすごいと思ったんですけど、そうなんか結構ねみんながこの洋服しのさん好きそうっていうのも教えてくれたりするので、ぜひなんかそういうの見つけたら送ってください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。